ってきた編集アプリを紹介します。私がね、初めて YouTube 投稿するときに使った編集アプリがビバビデオです。ビバビデオは初めてエリカが使用だ編集ソフトです。次に私が使った編集アプリがビデオショー、まあ、これもビバビデオとそっくりですごい優秀でした。初めてね、もし YouTube で、はい、編集してみたい子っていう初心者の子はビバビデオとかビデオショーとかおすすめします。です。これめっちゃ優秀。あのね、字幕機能とかもめっちゃ豆腐で素晴らしかったです。明るさとか調整できるし、すっごい優秀だね。キネマスターもうパソコンの編集並みにすごい優秀だったね。ただしデメリットが、あの高画質 4K 並みの高画質はまだ扱ってなくて、うん、いつか扱ってほしいなって思います。パソコンでも、いつか使えるようになってくれればいいなって思います。私が現在使ってる編集ソフトは Ivory です。 Ivory はそうだよ、まあ、編集とても優秀です。高画質を見込めるし本当に優秀です。ただしデメリットが、字幕機能だけあんまり豆腐ではないな。まあいつかね、字幕機能を豆腐にしてくださいって思ってます。で、 iMovie の編集だけじゃ満足できないっていう子は Adobe の編集ソフトとか Final Cut Pro とか有料ソフトなんですけど、そちらのソフトもおすすめします。